はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は This is a Police 88日目になります。続きをプレイしていきましょう。科学の授業で実験失敗、教師が死亡。これどんな授業してたんでしょうね。教師が死亡するほどの事件って。ワンコー労働者組合ストライキをしたズッキーニが史上最高の収穫量を記録ということですね。では今日のメモは前回と同じですね。合にいれば合に従えということです。まあ、なんとかねお金を順調に貯めていきたいんですが、トレッドウェイはこんだけ体力減ってるんだったら帰らせましょう。体力がない状態で働かせると事故を起こしますからね。で、沼田酒酔ってるな。酒酔いもね事故を起こすんで、この二人をいない状態で臨むという形ですかね。まあ、しょうがないですね。まあ、警官はそれなりに数は揃えているんで、このまま市長の機嫌を損なわぬままいけば、この人員をね、確保したままいけるかなと思いますんで、しっかり頑張っていきましょう。で、宝石を売った金の分け前、1万1000か、これでかいですね。110万円なんで、その半分の50万円が転がり込んできた感じかな。では、ルート22の誘拐事件です。錆びついた白のトラックが発見。13歳のタニア・ロドリゲスが校庭で誘拐された事件に関連性があると見ている。そのトラックは外に放置されたまま2時間以上全く動きが見られないと。これはね、じゃあ、ケネディはね、学校から帰ってきましたからね。おっと、2人じゃ嫌だって。何も2人だ行けとは言ってないんだけどな。じゃあスペインを追加して3人で行ってもらいましょう。まあスワットチームはね、限界数増やした上にスワットチームの攻撃力というか威力というかもうね増やしてますかね。で、ファンサンドからか。ジャック、今日の14時49分に港でちょっとした用事がある。サツの邪魔が入らないようにして お膳立てしてくれと。10万円でそれはお断りだな。もうサンドとはね敵対していきましょう、完全にね。では暴行事件。レストランオクタパス。夫とレストランに入って50歳のアマンダ・プライスが夫を誘惑したと言って若いウェイトレスに襲いかかった。アマンダはウェイトレスの髪をつかむと床を引きずりました。あんなに前かがみになって、胸でメニューが隠れてたくらいよと。いやー、なんとも言えないな。こんな奥さんはいらないな。まあ2人じゃあ派遣しましょうか、サム含めてね。ここは男性を派遣しましょう。本当にそのウェイトレスがねセクシーな格好をしているのかどうかを男を派遣して見極めましょう。突然バンから奇妙な音が聞こえてきた。窓は霜で覆われているため中の様子は確認できない。ただ、奇妙な音が聞こえてきたということは中に何かいるんですよね。もしくはあるんですよね。ドアを開ける、ノックする、森の中へ駆け込め、安全な場所からバンを観察する。まあ、ここは普通にまずはドアをノックしましょう。バンの中に男と人形で遊んでいる少女がいる。え、どういうこと。少女も連れたしパトカーの中で人形と遊ぶよう伝える。その後男を逮捕。首根っこを掴んで男を逮捕。男を殴って気絶させる。どうなんでしょう、これって誘拐事件だっていう、誘拐犯だって確証はないんですよね。まずは少女を連れ出して、その後男を逮捕して事情を聞きましょう。これが一番いいでしょう。まあ、危害を加えてなかっただけ良かったですよね。人形で遊んでいたと。続いてはテロ行為ですね。ノリス氏から爆発が起きたと通報。キッチンでベーコン入りオムレツを作っていたらいきなりバーンと爆発が起きてキッチンの窓が割れてしまったんだ。私は元軍人だから分かるんだ。これは10ポンド分の TNT だと。爆弾のことですね。間違いない。これは完全なガセネタだ。無視しましょう。暴行事件の方は無事犯人を逮捕してますね。パワーズとサヌはセクシーなウェイトレスを無事確認することができたんでしょうか。あ、そうだ、ちょっとこっちの方もねしっかり確認しておきたいんですが、まず初見乱用のから見ていきましょう。若いビジネスマンのラスル・ハダットは警察署にやってきて、市の職員であるジャスパー・レッドモンドについて苦情。ジャスパーが2万ドルの賄賂を要求してきたらしい。賄賂に応じないとハダットの店に必要な恐怖を与えないと言ってきたのだ。そのビジネスマンは彼に賄賂を渡すふりをして警察に現行犯で逮捕してもらうことにした。まあこれは完全なる、まあ、詐欺でもあり恐喝でもありいろいろ問題あるんで、
行きましょう。で、捜査の方なんですが、今こんな状態なんで、殺人犯の方に刑事を追加していきましょう。ああ、もう今全員アサイン済みっていう状態？そうか、じゃあこれ、シフト A、B 関係なく配置したって状態だな。じゃあ、副署長のところに行って、警察学校で、ベイカーに、ベイカーはね、一度警察としての名誉を失ってますからね。ちょっともう一度、機会を挽回する機会を与えてあげましょう。名誉を挽回する機会を与えてあげましょう。ですね。あと何？バーベキューとかって。職員のために野外パーティーを開こう。開きましょう。誰を呼ぶかだよな。まあ、ここは、下から4人を呼びましょうか。まあ、ちょっとね、男、それ、しかもおっさんばっかなんですけどね。で、テロ行為の方は完全に、援護法ですよね。で、ビーチでの殺人、港の方は、サンドの方なんで、人を派遣しますけどね。まずは殺人未遂、命を狙われそうになった、と赤い船乗りから通報。岸に向かって泳いでいたら、誰かの指が僕の足首を掴んで水中に引きずり込もうとした。命からがら逃げ切った、笑うかもしれないけど、あれは絶対に、マーメイドだった。海軍にいたことがあるから、マーメイドには詳しいんだよ。マーメイドは人魚ですね。まあ、これはガセネタだな。なので、自動車、強奪未遂の方に行く前に、視聴者の方の落見ですね。落見じゃない、職権乱用。金銭のやり取りが行われると、警察がオフィスにやってきた。レッドモンドは大きな小包を素早く引き出しに隠した。デスクを調べる、どうにかして口を割らせる、その包みの中身を見せてくれという。まあ、単純に中身を見せてもらいましょう。職員は素早く立ち上がると窓から逃げようとした。しかし窓を開けることができなかった。男を掴んで床に押し付ける。通りへ追い出す。動くなという。まあ、男を掴んで床に落ち着きましょう。明らかに怪しいですからね。自動車強奪未遂。港で働く従業員が2人の男がトラックに侵入するのを目撃。彼らはトラックを発車することができなかったため、トレーラーを外してそれを奪い去ろうとしている。なるほど。まあ、ここは、まあ、サンドではありますけどね。今回はサンドの意向を無視して人を派遣しましょう。サンドのからの要請は3回のうち2回無視、逮捕に向かって1回は3度の言う通りにするぐらいの割合でいきましょうかね。で、20人ほどのホームレスたちが市外に小規模なキャンプを設営。彼らは見知らぬ者に対して非常に攻撃的、人に襲いかかって攻撃し、噂によると殺したり食べたりもするらしい。匿名の人物からの情報では彼らは野菜を育てているが、その隣で麻薬も栽培しているらしいと。麻薬か。これはしかも20人か。結構な人数だな。護送車を出して、さらにエースプラドを出しましょう。おっと、プラドでもダメか。じゃあ、ここは1人ね、白人のパワーズを入れてあげましょう。これで、残ってる警官が2人になってしまうんで、最悪派遣できなくなるな。早く戻ってきてほしいね。よし、ウッターとコーディエが戻ってきた。これである程度余裕がありますね。殺人未遂の方は誤報でね。うん、大丈夫。藻に引っかかっただけ。まあ、これぐらいだったら気づいてほしいけどな。港での湾行事件、トレーラーを盗もうとしている事件の方ですね。じゃあこれはケネディを出しましょう。で、発砲事件ですね。ノリス氏から、通りから銃声が聞こえたと通報。キッチンでステーキを焼いていたら鋭い音がしたんだ。おそらく M11 だろう。私は元軍人だから。またこれか。これもガセネタだろうな。無視しましょう。サンドからのね、報復が怖いですよね。こうなってくると。製材所エリア、警察の気づいたキャンプの居住者3人が奇妙なナイフを取り出して攻撃してきた。彼らに発砲、威嚇射撃。彼らを落ち着かせる。まあ、ここは、まずは威嚇射撃ですね。ナイフを持ってるんでしょ。赤ちゃんを抱いた薄汚い女がテントから出てくると警察に向かって走ってきた。私の息子をここから連れて行ってと。女と赤ちゃんを捕まえる。女を撃つ。動いたら撃つぞという。まあ、ここは女と赤ちゃんを捕まえて、身柄を確保してあげましょう。で、イチジクね。イチジク。これ、マフィアに売却依頼しましょう。で、人身売買。複数のコンテナが、港に密輸されると、密告者から通報。コンテナ内には不法入国者が隠れていて、奴隷として売り飛ばされるらしい。積み荷は武装した警備員に監視されている。武装済みか。じゃあ、ここは。護送車出せないのか。じゃあプロフターも出しますか。護送車出せないんだったら3人って言ってもらいましょう。
で、自動車ごと未遂の方は無事犯人を逮捕してますというところですね。で、失望しているよと怒ってるね。まあ3度はね、さっき言ったように2回に1回の割合で、まあ、3度の意向を汲み取るものの、2回は3度の意向を無視するっていう話にしましたからね。迷惑行為ドラッグストアです。年配の女が薬局に言いがかりをつけてきた。薬剤師に間違った薬を処方されたせいで太ってしまったというのだ。このシワを見なさい。本当に醜いでしょと叫ぶと、服を脱ぎ捨てた。どこまで脱ぎ捨てたかによるけど、今警官いないからな。僕のね、あの奥さんも薬剤師なんで、まあ、薬はね、もちろん間違えないように出していると言って、かなりね、厳重にチェックしてるらしいですよ。なんでね、なかなか間違いはないと思うんですが、いやー、ここはプラドじゃなくて女性なんで、ミルザップを出した方がいいね。人身売買の報告ですね。確認していきましょう。犯人を逮捕しています。さらに非自動小銃をゲット、マフィアに売却させましょう。もうちょっと金がね、ガチガチ入ってきてほしいところなんですけどね。ルビノビッチカジノ、ポーカーで大金を吸ってしまった男が女性のディーラーに襲いかかった。醜いね。もう僕もね、カジノはね、たまにシンガポールとか、まあ、マカオは最近行ってないんですけど、行った時にプレイしたことはあるんですけど、大金をかける勇気はね、やっぱりないですね、僕みたいなチキンは。まあ、ちまちま、ちまちまって感じですね。さあ、20、もう夜になるんで、このまま終わってほしいけどな。ではちょっとね、迷惑行為の方の報告を先に受けて、その後ですね、刑事事件の方で進展があるかどうか。新しい写真はないか。二重殺人の方は新しい写真1枚入手ね。じゃあこれは裏で捜査をしておきます。裏で捜査っていうか、おっと、その前にカジノの方ですね。イカ様だろうと叫びながら、黄色いジャケットを着た男は女性の顔に銃を突きつけている。カジノの警備員はスロットマシンの背後で状況を注意深く観察している。なるほど。どこでそのクールのジャケットを買ったんだと聞くか、テーブルに置いてあったチップをポケットに入れるか、銃を取り出した男を撃つか。まあ、これはもうね、男を撃ちましょう。男は女性の手をつかみ、お前の巧妙なイカ様技術もこれで終わりだ。指がなくなったら同じようにできないだろうと叫んだ。なるほど。テーザー銃で男を撃つか、武器を捨てなければ撃つぞ、いいか本気だぞというか、赤に全てかけるか。まあ、ここは男をテーザー銃で撃ちましょう。市民に死亡がなければ OK だと。よし。ちなみに操作っていつでもできるんだっけ。詳細、あ、いつでも操作は一応できますね。なのでちょっと刑事事件は別枠でじっくりやっていきましょう。この日は刑事事件ばっかりやりますみたいな日をちょっとね、1日設けてやるようにしたいと思いますので、ちょっとここではスルーします。次回それにしようかな。刑事事件を一気に解決に持ち込むための日っていうのを、次回はちょっとまずいな。というのも少しね、操作を進めたいので、何回か後ぐらいに刑事事件一斉捜査デーみたいなのを作りたいと思いますので、ちょっとその時までね、お待ちいただければ嬉しいなと思います。というわけで88日目以上になります。次回は89日目になりますね。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で、動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。